じゃあ成分が一緒からええやないか。違うんですよ。違うんです。ジェネリックって別に成分の中にこれ入れてますってだけの話で、全く製法とか添加物とか違うんですよ。成分が一緒なの。となるとですよ、効果は違って当たり前ですよねって言ってるんですよ。波動拳。皆さんこんにちは。日本元気ゼロジュー YouTuber 岡本芳です。今日もよろしくお願いします。カンドリやないか。おわす。かっこ悪いぞ、今日は。ですね、今日はジェネリック医薬品の話をしてみたいと思います。今日の話面白かったなとか、興味深かったなと思っていただけたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そんなわけでですね、今日はね、ジェネリックの話します。皆さんなんとなくね、ジェネリックにしますかとか言われるじゃないですか。で、あ、はい、お願いしますみたいな、薬局とかに言われて気軽に言ってると思うんですけど、あれってなんでタピさんジェネリックにしますか、はいって言ってます。まあ安いからですか。いくら安いと思います。考えたことないですよね、はい、5円とか3円とかそんな感じなんですよ。で、ほとんど安くならないです。で、もともとがなんか患者さんに負担かけないようにってことですよね。もともとのルールが、選択肢がありますよねということなんですよ。で、頭痛持ちの僕らね、頭痛持ちなんですね。タピさんも僕も頭痛持ちでなんですけど、ジェネリックと先発薬品っていうのかな、名前がと両方あった場合、まあどっちでもいいよねぐらいに思ってるよね。声かけされたらジェネリックどうですか、はあ、じゃあそれでって言うし、で言われなかったら別にそのままでスッと流すしっていうのが、まあ僕らの基本的なスタイルやのか。僕は基本的にジェネリック使わへんねんけど、今日はね、ジェネリックそんな選ばんでもええでっていう、一つ目が今タピさんに言った安ないよ別にってことなんですよ。で、特許が20年から25年ぐらいだったと思うんやけど、あって研究費かかってたんで、もちろんそれに成功したんやから、あなたたちが先行した利益を取ってくださいっていう意味で20年から25年ぐらい守られています。で、その間に稼げるだけ稼いでくださいねってことで高くわーっと回してるんですけど、じゃあその後出てくるジェネリックっていうのは、まあ特許が解放されてるから成分は一緒なんですよ。じゃあ成分が一緒からええやないか。違うんですよ。違うんです。ジェネリックって別に成分の中にこれ入れてますってだけの話で、全く製法とか添加物とか違うんですよ。成分が一緒なのとなるとですよ、効果は違って当たり前ですよねって言ってるんですよ。で、僕の体に合う合わないっていうのがある中で、調子悪いから病院行って薬もろてんのに、で、その時に調子が悪い時にいつも飲んでるこの薬って、まあ、タピさんにもあると思うね、頭痛薬であるじゃない、僕にもあるわけよ。これやったら2錠、これやったら1錠って言ってるわけ。それ自分の体にぴったりしてるのが分かってるわけですよ。で、僕もそうなんです。僕もこれ1錠って決めてるわけで、それでやりくりしてる体なのに、ジェネリックで言うたら同じ成分やけど違う薬をもらって、それでどうですかって、はいって言ってるけど、実はこれ間違ってんじゃねえの説なんですよ。で、少なくともですね、溶ける速度は違うんですよ。自分の体に入れて何分でこれが溶けるんですかって違うんですよ。当然結果は変わるよなって言ってるわけですよ。で、当然変わるんです。特にプラシーボ効果っていうのはでかくて、もともとこれで効いてないか、今度大丈夫やろかこれっていう気持ちがちょっとあるとですね、効きが違ってたりする可能性ってもう本当にあるんですって。人間はこれ大丈夫かなって飲んだら本当に大丈夫って思うし、これちょっと不安やけど飲んでみていたら本当にちょっと腹も痛なった気がしますみたいなこと言うわけです。みんなちょっと不安になるんですよ。で、それをあえて言わなきゃいけないから、ジェネリックでよろしいですかって、はいって言ってるからね、黙ってジェネリックに変わったら気づきにくい場合もある。でもジェネリックなんだよな今回と思って、こう意識して、特にこの僕の動画を見てジェネリックは効かんかもしれんぞって言われた後、僕は悪いのかなんかだとちょっと不安があると余計効きが悪くなったりとかするっていうのが人間の体なんですね。なので、あんまり新しいことに挑戦する必要はなくて、値段も変わらへんねんから、それやったら安定してるものでええんちゃうかっていうのが僕の今日の動画です。もともと競合他社へのチャンスだったり、患者への金銭的な負担を考えたりとかっていうことで、ジェネリックっていうのは許可されてて、世界中の人たちが幸せになれるように、不幸にならないようにということで、ジェネリックの制度っていうのは導入されてるんだと思います。なんですけど、やっぱりジェネリックの企業も利益を追いかけてるんですね。で、まあ言ったら100円のものが95円だったら買うわけですよ。95円でええわっつって。で、そこで利益はがっつり取ろうとしてるのが、ジェネリックの製薬会社なんですよ。で、決して研究費もかけてないのに、僕利益取ることもそんなに好きじゃないんです、実は。だって、先発医薬品を作ってる会社は、無駄になってる研究費むちゃくちゃ使ってるんですよ。にもかかわらず、高発度ジェネリックの医薬品会社は、
研究費を使わずにそっくりそのままもらってがっつり利益を出しているところは多々ある。僕はそんなやり方が好きじゃないんですよね。よくゲームで人のネタでゲーム作ってるのは好きじゃないみたいなことを言ったりとかするんですけど、同じですね。どの商売でも同じで、考えついたりとか研究した結果っていうのはそれは利益をね、その人たちが取っていいと僕は思ってるんですよ。ミッキーマウスが権利が切れたのが95年経ったからとかいろいろ言われてますけど、利益取れるだけ取ったらいいと思ってるんですよ。その人たちが偉かったんだから、それをみんなが使ってむちゃくちゃにしてええわとは誰も思ってないと思うんですね。先行者利益あっていいし、それを発見した発明した研究員にも大きなリターンがあっていいと僕は思ってるんですっていうのが、そのジェネリックあんまり応援してないよねになります。まあ、皆さんの中でジェネリック体に合わんなと思うとですね、オリジナルのお薬に戻したらどうでしょうかみたいな、そんな話をしてみました。まあ、皆さんもいろいろ思うところがあると思うので、よかったらコメント欄に書いておいてください。また会いましょう。バイバイ。